今日開きました箇所は、この分厚い聖書の最後の箇所でございます。目白録の最後であるとともに、この聖書全巻の最後の箇所でございますね。はじめに神は天と地と創造されたというところから、 始まりました聖書が、まあ今日の箇所で、まあ終わるわけでございますね。終わるという言葉を使いましたが、聖書ではいわゆる終末という考え方は、終わりましたではなくて、完成しましたという意味なんですね。で、何が完成したかというと、これが、まあ、あの、目白区の 二十一章、そして前回の二十二章の、え五、ー、節まである、えぇ、ー、新展、地でございます。わ、まあ、かりやすく言うならば、私たちの追のすみか、永遠のすみか。えすみかという言い方をしたのは、何回も確認しておりますが、例の世界ではない。 現実神様が新しい世界をお作りになりそして私たちも、まあ、いわゆる霊的な状態いわゆる魂の状態でそこにいるのではなくて蘇って死から蘇ってそしてその現実のその世界に現実の体を持ってそしてその現実の体も永遠に生きる体を持って ここのところに、えー、住まわせていただけるとということですよね。で、そこで何をするのかっていうのが永遠に神様の顔を見てまあ三を仰ぎ見て神様を礼拝する私たちの救い主である子羊なる「イエス様を」をまさに目の当たりにですね礼拝をする。 4月1日の礼拝はイースターの礼拝でございますが、まあ、その時またお話しますけれどもこの弟子たちはこのイエス様復活されたイエス様を目の当たりに見たわけですよね思い込んだのでもなくまたイエス様の幽霊を見たのではなく幻を見たのではないですね 死から蘇られたイエス様をこの目で見たわけですね。それと同じように私たちはこのイエス様を見ることができるで。私たちも、まあ最終的には病気になったり老化したり、まあ最後はまあ100歳、120歳、まあやっぱり人間って最後は死んでしまうんだよね。まあ、ただいろ言うけど人間は弱いし、 人間は愚かだしいくら神様信じてイエス様信じてもね罪を犯したり愚かなことをしてしまうよねという現実が私たちにあるわけですね私にもありますまあそうしたくはないんですけどもそうなっちゃったり、まあ、ちょっと誘惑に負けてちょっとフラットなっちゃったりっていうのはあると思いますねだけどもこの永遠の世界にはそれがない死がない 罪もない。誘惑もない。そしてかつての地上の生活での苦しみ、悲しみ、痛み、そういうものが追いかけてこない。まあ、ある意味では、記憶にあるかもしれません。ないかもしれません。わかりませんよね。言ってみないと。仮に、あったとしても、記憶にあったとしても、 傷にはなってない。なぜ全く新しくされてるからですね。これは、あの、イエス様を信じてる方は分かると思います。自分の過去の罪の、いろんな、もうドロドロベトベト、思い出すのも嫌だ。でも私たちはイエス様を信じて、その罪を告白し、そしてイエス様の父親によって許していただいている。 でそのことに確信を持ってるわけですね。イエス様がそのことをしてくださった。だから、えー、記憶喪失したわけではないわけですよね。ある意味では、まあ思い出そうと思ったら思い出せる。まあちょっと思い出したくもないかもしれない。でも、またこの良心の呵責、心の傷、そして恐れ。それでやっぱりそういう自分だから、 まあ最後は、やっぱり天国行けないかもしれない。そうではないわけですね。なぜイエス・キリストの地上によって罪、許されて、そして、この今申し上げた聖書の一番最後のこの世界に、えー、入ることができる。自分では入れない。キリストの花嫁として入る。 でこれはあの、えー、ここ3回、えー、繰り返し語っております。もう何回繰り返されてもです、ね、おそらくこ,この黙示録21章、22章の説教を、1年間ずっとやりますよと、もし申し上げても、皆さんは飽きないと思いますね、私も飽きないと思います。 まあじゃあ実際やってみようかというとまあそうはいきませんのでやっぱり進んでいかなければなりません申し上げたかったことは自分のゴールがこのようにはっきりしているということなんですここに行くで自分だけじゃなくて教会というのはここに目指してここに向かっていく 人たちの集まりなんだ。そして、互いにそのことを確認し、励まし合い、そして支え合う。あとは、まあちょっとね、脱線しそうな方がもしいたとしたら、いや、そっちじゃないよ。そっち行っちゃダメだよ。やっぱりこの永遠の御国、新天新地、せっかくイエス様が、その命をもって、血をもって、 そして、用意してくださった、この、目白録のですね、この最後の、新天新地、永遠の都ですね。ここに向かって進んでいくんだよ、ということですね。月始めにある生産式もそのことを表しているわけですね。新天新地において、私たちは、その、 12の命の実をいただくことができる。どんな果物かな、ですね。わかりませんよね。まあ行ってからの楽しみでいいんですけども。で、それは単にそういうものをですね、いただくというだけじゃなくて、やっぱり神様のこの命に満ち溢れ、そして神様の命に生かされてるっていうことが、まあ現実そのような形で現れるということですよね。 で、それは、最後、新天神地に行ってからのことではなくて、今現在も私たちは、イエス・キリストの命によって生かされているということを、こう、表している、この生産式ですね。パンと葡萄酒をいただくということになるわけでございます。で、そういう中で、今日の箇所というのは、その後の話なんですよね。ですから、 まあ、ある意味では映画で言うならば、いわゆるあのエンディングの箇所なんです。つまりこの素晴らしいですね、新天神地は22章の5節で終わりましたので、あとはこの、まあ、ある意味ではエンディング。エンディングっていうのは、もう読んで皆さんおあの、感じるように、イエス様からのこの警告と激励のメッセージだということなんですよね。 で、この、イエス様からの警告と激励のメッセージというのは、それは、目白録の最初、あの、書き出しと似ているわけです。後でまた溢れるかもしれません。で、そういう中で、まあ、いろんなことを、こう、味わうことができますが、またいろいろこう話を広げると、今日の話って何なのかなっていうふうになってしまうので、 まさに最後の言葉、二十節これらのことを明かしする方が仰せになる。しかり私はすぐに来る。アーメン、シュエスを来たりませ。そして、まあ、二十一節に、シュエスの恵みが一同のものと共にあるようにという。これで、今申し上げた黙示録、そして聖書六十六巻。 はじめに神は天と地と創造したというあの新天新地から始まったある意味では壮大な物語ですよね。まあ、あの物語っていう言い方していいかどうか。物語というのは創作ですね、普通はね。まあ、創作が多いと思いますけども。でもこの物語っていうのは創作ではなくて、神様のこの事実がこう、刻まれた歴史のですね、そういう 正物ですね。で、最後、私たちにとっては、これから先、未来、神様がこう、ヨハネを通して見せてくださった、そのことがここで終わる。まあ、終わるっていうのも、今、さっき確認したように、あ、終わっちゃいました、ではなくて、まあ、ある意味では、さあ、これからだということですよね。さあ、これからだ。 私たちはまだそこに行かないけど、これからその本番がね、始まるっていう、その時に、この二十節、これらのことを明かしする方が応戦なり、しかり私はすぐに来る、アーメン主よ、主エスよ、来たりませ。というこの言葉でございます。えー、三つ、今日のお話のポイントは、このしかり私はすぐに来るということと、 それに対する応答の言葉として、アーメンシュエスヨキりませんそして、私たちの、えー、っと、現実の信仰生活として、えー、この、十節の言葉ですね、ちょっと上の段に書いてありますが、 また私は言った、この書の予言の言葉を封じてはならない、時が近づいているからである。不義な者はさらに不義を行い、汚れた者はさらに汚れたことを行う、行い、義なる者はさらに義を行い、聖なる者はさらに聖なることを行うままにさせよ、という、まあ、この、まあ今申し上げた、えー、警告と、励ましですね、励ましの言葉があります。で、えー、後半 この義なのる者はさら,にさらに義を行い、聖なる者はさらに聖なることを行うままにさせよう。私たちが、まあ、義なるもの聖なるものに、こう、なっていくという、この三つのポイントでございます。しかり私はすぐに来る。これは、イエス様ご自身の言葉でございます。イエス様ご自身の言葉は、 この22章を今日読んだ箇所からするならば、12節の簡易格好から16節までなんですね。つまり、イエス様のまあ今直の、じ々々の言葉です。なぜならばわかりますよね。12節に。見よ私はすぐに来る。まあ下の段も16節。 私イエスは使いを使わして主教会のためにこれらのことをあなた方に明かしした。日本語で読んでもわかるように、私イエスは、これ非常に強い言葉なんです。そして今の、えーっとえー、っと20節ね。しかり。しかりってのはここで確認してるわけですね。うん、そうだ。 確かに。イエス様がですよ。私はすぐに来る。すぐに来る。すぐに戻ってくるということであります。えー、行くという言い方をしていません。私は行くよ。いやいや、こ来ないでください。じゃなくて 来る。ですね。戻って来る。ということです。ですからもう、すでに一回来ているという意味ですよね。ですから、来るわけです。わかりますよね。イエス様を信じている者にとってみたら、イエス様が、あの、二千年前ですね。このように来てくださって、クリスマス。そして来週、えっ、ー、と、樹難週ですね。イエス様は十字架に。 かかってくださったそしてイースター復活ですよねですからイエス様一回来ておりますよねですから戻ってくるイエス様は私たちを置き去りにしない、えー、見捨てない絶対に戻ってくるということでありますたまいないことですが 私今、あの、ちょっと前にあのパソコン壊れましてですね、で、あの、電話で、あ、もしもしって言って、あの、サポートセンターに電話したんですね。もう半日かかりました。こっちがよくわかってないのもあるんですね、ぐるぐる回ってますよとかですね、ビーとなってますよって、向こう困ったと思うんですね。素人ですから。私思いましたね、そのサポート、サポートしてる人が直接来てくれたら、もう簡単な話なんですよね。 ですから、とにかくその人自身が来る方法、手段、こうしたらいいよ、という情報提供ではなくて、その人自身がもう本当にね、あの、近くにいてくださって、ああ、これ簡単ですよ、つね、もう、おそらく3分ぐらいで終わる話なんですね。それを半日かけたんですよね。で、私はその時に、まあ、非常に、あの、たわいのない話ですけども、 その人自身がいるということはすごいことだなと思いました。情報や方法やね、そういうことではない。その人自身がいるということはもうそれでも全てなんだ。ああ、イエス様が来られるということがそういうことなんだ。イエス様が十字架にかかる前に、ヨハネの福音書十四章でこう言っています。 あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来て、あなた方を私のところに迎えよう。私の居るところにあなた方もおらせるためである。 イエス様が十字架にかかる前に言われたお言葉ですね。弟子たちは心騒いでいた。動揺していた。これから自分たちはどうなるんだろうか。イエス様も殺されるんじゃないか。私たち弟子も。とかね、こんなことがわーっとまあ頭の中というかですね、あって非常に不穏な動きの中でイエス様をおっしゃった。心騒がせるな。その時にイエス様は、この、 一番最後のこの新天神地のことをおっしゃってんですよね。私の父の家には住まいがたくさんある。そして私は場所の用意をしに行く。そして場所の用意ができたら、あなた方を私のところに迎えよう、迎えに来る。これがイエス様の再臨ですよね。で、ここでイエス様は3回も繰り返し、私はすぐに来る。私は来る。しっかり。 私はすぐに来る」とおっしゃったわけですね。私の父が信仰を持つ前に若いまだ高校時代の私に言った言葉があるんですね「お前教会行って神様を信じてそれはそれでいいけども現実どうするんだちゃんと勉強しなきゃダメだろう」 そそもそもお前そうやって生活できるのは俺がちゃんとねあの汗水働いてそして稼いでそしてお前食っていけるんだぞそんな神様神様言ったってねそんなそんなことはねもうあのなんていうかなもう先の話じゃないか今の現実その現実をどうするかだろうっていうようなことを父は言ってたんですね確かにそうだと思います でも、イエス様もそうですけども、最、最後がはっきりしてる。ちゃんとゴールが見えてる。そのゴールがいい加減なあやふやな誰かが言ってるとか、なんか変な宗教者がね、あっち、あっち行って、そうって帰ってきて、こ,こんなあの天国の世界ですよって、そんな怪しげたものではなくて、私たちの、 罪のために十字架につき命まで捨ててくださったお方そして私たちがこの現実の生活の中でそのお方は確かに生きておられる働いてくださっている目には見えないけども共にいてくださるとのお方がこの場所を用意しに行ってそして迎えに来る。 難しいことはともかく、あ、そうなんだって言って、すんなりとストーンと心に来ませんかこれ本当だ。まあ、もちろん、聖書に書いてるから本当なんだけども、自分のささやかな小さな信仰経験からしても、本当だ。そして嬉しいことですよね。情報だけ。 困った時の方法手段だけ、そしてなんか遠くあってね、そしてなんか確かにやりとりはできる。私たちは今、ある意味ではそうですね、間接的であります。でも、イエス様が来られる、迎えに来られる、そして迎えに来られた後、私たちをどこに連れて行ってくださるのか、この住まい、父の家、永遠の御国に連れて行ってくださる。 ヨハネだけが、この黙示録を書いたヨハネだけが非常に特別な、また非常に冴え渡った信仰を持っていたわけではございません。初代教会の信者はみんな普通にイエス様の再臨を信じていたということが、新約聖書を読むとわかります。え第一テソラニケの手紙ですね。書かれたのは、 新約聖書の一番最初と言われています。まあある意味では、イエス様を信じた、ね、そういうクリスチャンたちが、まあほかほかの信仰を持っていた。私たちにしてみたら、あの、洗礼を受けてね、イエス様を信じて、あ良よかった、っていうような感じですよね。その時にもうすでに、イエス様が天から下って来られる。まあその箇所を少し読みますと、すなわち、 主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってくる。その時キリストにあって死んだ人々がまず最初に蘇り、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。だからあなた方はこれらの言葉を持って互いに慰め合いなさい。 私は再臨ということを、やっぱりあの若い時から聞かされて、また本当に感謝だなと思っております。正直言うと若い頃は、まあ、えっと、そうだろうな、聖書に書いてある通り、イエス様がおっしゃったように、まあそうなんだろうな、ぐらいがスタートでした。でも今読みました、だからあなた方はこれらの言葉を持って互いに慰めなさいというのは、本当にそうだと思います。 つまり、イエス・キリストの再臨が私たちの慰めなんだ、励ましなんだということなんですね。ですよね。だって迎えに来てくださるわけです。知らないお方ではない。もう既に知っているお方、信じているお方、愛しているお方が迎えに来てくださる。 ああ、なんと、ほっとする。また、そのことが、慰め。あ、最終的には、そこに、自分の人生のゴール。また、イエス様が来てくださったら、この、もうごちゃごちゃした、もう人間にはもう収集のつかなくなっているいろんなことは、 イエス様が来られたならば完全に明らかにされる、解決される。そのことを信じて、今、この大変な、この時代を生きていこう。目白くの時代ってそうですよね。もう、ちょっとあの、まあ、読みたくないぐらい厳しいことは書いてましたよね。まあ、ちょっと避けたい。そのぐらい、 困難と迫害と厳しい状況の中でそして実際それがローマ帝国の迫害っていう中で起こったわけですねそういう現実の中で彼らはイエス様の再臨を待ち望んでいた私たちもそれほどではないですけれども最後そうなんだピリピトリといの手紙の3章の20節2十節には しかし私たちの国籍は天にある。そこから救いの詩集イエス・キリストの来られることを私たちは待ち望んでいる。彼は万物をご自分の、ご自分に従わせ、従わせうる力の働きによって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるであろうという言葉がありますね。私たちの国籍は天にある。で、その時に 死んだら天国に行けますよって言い方してないんですね。そこから救い主イエス様が来られることを私たちは待ち望んでいる。その時に私たちは栄光の体、死なない復活した体に変わる。イエス様の再臨を信じているということですね。 そして、えー、イエス様がこのことを約束なさり、また、目視録の時代から、ま、二千年経っております。まだイエス様は再臨されていません。しかり私はすぐに来ると三回も言われたのに、来ていないですよね。これから先でございます。 でも、来てないんですけど、私たちはこのことが本当だなと分かる、どうしてか。すでにイエス様を信じ、知っているからです。精霊によって、聖霊によって、目には見えないけども、イエス様が共にいてくださると信じているからですね。ですから、すでに信じている、すでに愛している、すでに共にいてくださるお方が、本当にね、今度は。 ご自身が来てくださる。さっきのあのパソコンのね、あのように。あるいはや、まあ、やりとりと言いましょうか。イエス様との交わりあるわけですよね。でも目の前にイエス様はいない。いらっしゃらない。でも、そのお方が来られる。そして2番目。私たちの方は、アーメンシュエスよ、シュエスよ、来たりませ。 この言葉ですよね。アーメンシエスをーたりまマこれも、今申し上げたように、えー、非常に優れた、素晴らしい弟子であった、ヨハネだから言えた言葉ではございません。新約聖書、初代教会の人たちが同じようにこのことを告白していた。第一コリントの十六章の最後の言葉がそうですよね。 マナラタ、主イエスよ来たりませ。主イエスの恵みがあなた方と共にあるように。私の愛がキリストイエスにあってあなた方一同と共にあるように。マナラタ、主イエスよ来たりませ。ですから、礼拝終わってね、帰るときに、さようならっていうね、また帰ってくだけじゃなくて。マナラタ、主イエスよ来たりませ。 で、挨拶しながら、まあ、ある意味ではね、こう、帰宅していったということですよね。まあ、私たちは、まあ、直接そういう挨拶の仕方は、まあ、してもいいですけども、まあ、あんまりしないかもしれません。でも、信仰は、同じですよね。そういう信仰を持って、私たちは、あの、いるわけでございます。皆さん、自分が大切な人、 愛してる人と再会したい。こうやって携帯で、あ、もしもし、ああ、あってね、こうやってもう今は世界中で話せますよね。海外にいるし親戚の人とも、こう、携帯一本でもし話そうとも話せますよね。でも、やっぱ会いたいですよね。愛してるほど、愛してる人ほど、 もう一回再会したい、会いたい。そして会ってすぐね、え、ちょっとまあ、あの、えっと、30分1時間ぐらいちょっとお話をして、あ,あ、ちょっと忙しいですし、まあ、あの、帰国しましたけども <laughs>、いろいろやることがあってね、ちょっと、あの、会社に行かなきゃいけませんとか、やっぱり、やっぱり最後はね、帰んなきゃいけません。これはやっぱ寂しいですよね <laughs>。せっかく会ったのに。でも、再会して、 それでずっとそれから永遠に一緒にいるということです。絶対に別れないで。もう別れるっていうことはない。だからよく言われますね。イエス様というお方は永遠にさよならを言わないお方。私たちはこの世におきましては、いろいろ、この時期もそうですけども、あったり、 別れたり、再会したり、自分の方もそうですよね。ちょっと引っ越さなきゃいけないとか、また本当にね、大切な人がそういう。イエス様も今、目の前にいない、父なる神様の右にいていらっしゃる。ある意味で離れています。でも会いたいな会ってずっと一緒にいたいな特に、 困難と迫害の中にあった当時のクリスチャンたちはそうですね、すぐにでも会いたい。早く来てくださいっていうこの思い。皆さんも、えー、いろんなですね、この人生の、また信仰の困難や苦しいときに、やっぱりこの思いになると思います。 このような祈りが、あるいは自然に出てきます。イエス様、苦しいです、大変です。早く来てください。あなたが来てくだされば、いやいや、あなたは、ね、今、再臨がなかったとしても、そのように、本当にすぐに来て、行くとおっしゃったお方は、私を決して見放すお方ではありません。 目には見ませんけどまだ再認はないけどもイエス様はあなたは私と共にいてくださるそして私のうちに生きていてくださる本当にあなたは私にとって近いお方ですとその,その祈りをすることができるわけですね「アーメン。主シュエスをきたりませ」というこの思い信仰とともに キリストが再臨されるというような距離を超えて、本当に自分の情と言いましょうか、感情というかですね、イエス様来てください。イエス様近くいてください。共にいてください。と、祈れる。そしてその祈りを聞いてくださる。そしてその祈りのですね、まあ最後にはというか、イエス様ご自身が私を迎えに来られる。 ああ感謝だなそして私たちの人生の最後っていうのはイエス様が迎えてくださるというこのゴールがあるということですねで3番目じゃあそのようにイエス様の再臨そしてこの永遠の御国を確信して生きていくということは喉頭無けな そして私が若い時、その、まだ信仰持ってなかった父が言ったように、何言ってんだと。そんな神様とか天国とかイエス様の再臨とかね。そんなもう先の話じゃないか。そんな先の話よりも、今日どうやって飯食っていくかじゃないか。わかりますよね。わかります。本当そうだと思います。でも私はそういう中で、 やっぱり逆じゃないかなと、歳を取れ,取れば取るほど思ってます。ゴールが見えてるから、逆に今の現実を本当にきちっと生きていこう。イエス様にお出会いできるんだから、そのイエス様にお出会いするときに、やっぱり恥ずかしいような、なんか無様な、情けないような、 生き方を持って最後イエス様にお出会いするっていうのは少なくともやっぱりしたくないなって心から思うんですね心から思うんですしたくない皆さんもそうですよね愛しているまた信頼できるまあまあね人、まあ、それは家族でも親友でもいいですけどその人に会う時になんかねやっぱり 本当にこう、その人に会えるような、そういうね、もの,ものになって会いたい。まあ、服装とかそういうだけじゃなくて、自分自身の人生もそうだと思うんですよね。で、それは何かというと、今日の言葉なんです。えー、十一節。ちょっと厳しいです。で、厳しいっていうのは、私たちにとって大切なことなんですね。こ特にこの時代、そうだと思います。 ハッとする。そして厳しいのは、やっぱり愛してるからです。わかりますよね。愛してなければ、ああ、いいよ、いいよ、っていうふうになりますね。不義なものはさらに不義を行い、汚れたものはさらに汚れたことを行い、義なるものはさらに義を行い、聖なるものはさらに聖なることを行うままにさせよって、この現実っていうのが、目視録の現実だったんです。わかりですよね。目視録を見ると、本当に、えー 悪魔が前面にできた。罪の中大きなね、そういう破壊があった。まあ、ちょっと目を背けるような、そういうのがありましたよね。ですからこの前者、不義が大きくなっていく。汚れが大きくなっていく。そしてこれは今の目視録の時代だけじゃなくて、私たちの現実でもあると思うんですね。そういう中で私たちは、義なるもの、そして聖なるものと、 神様は私たちをさせてくださるということでございます。そのように生きることができる。そのようにさせてくださる。ゴールがはっきりと見えてるから、そのゴールに向かっていく生き方を私たちはしていくんです。積み上げていく生き方ではないんです。いや、ちょっと、 クリスチャンなんだけども、ちょっと、これじゃダメかな。<laughs> こんなんじゃ、ね、ちょっと、頼りないから、まあもうちょっとマシなクリスチャンになんないといけないかなっていう形で自分がレベルアップするんじゃないんです。逆なんです。ゴールがはっきり見えてるから、そのゴールに向かって生きていく。そして、そのゴールがこのような素晴らしいですね、ゴールだから、それにふさわしい生き方をしたいだけなんです。 決して自分は貧困法制な、もちろんね、貧困法制はいいんですけども、貧困法制なものにならなきゃいけないクリスチャンだから、まあ少しはね、ちょっとマシなクリスチャンにならなきゃいけないなっていう形で、まあある意味では、こう、清められていくわけじゃないんですね。それは自分の力になるわけです。神様が聖なるものとして私たちを整えてくださる。この箇所だけではなくて、 聖書にはそのような約束がいっぱいあるから、私たちもちょっと脱線しちゃうそうになったり、すったもんだしたりね、まあ、ちょっと空回りしたり、ちょっとバックしたりする現実があるかもしれませんが、そこで諦めたり。所詮人間なんてこんなもんだ。ほら見てみろよ。いろんなもの見たって、たかが知れてるじゃないか。キリスト教の歴史の中にもいろいろあって変なこともやってるじゃないか。 って形でしらけないんです。どんなものを見ても、どんなことを聞いても、自分の信仰ってしらけないんです。なぜか。本当にイエス様のごサーを目指して、この永遠の御国を目指して、そしてある意味では、真剣に、一生懸命、生きていけるそのような思いを、そのような信仰を与えてくださっているだけなんです。最後の言葉で終わりますが、 この二十一節。主イエスの恵みが一同とともにあるように、まさに六十六巻の最後の最後の言葉ですよね、この二十一節は。主イエスの恵みなんです。すべては主イエスの恵みなんです。恵みって何ですか イエス様が与えてくださるもの。イエス様がしてくださることですよね。私たちが一生懸命何かやって、何か真面目にやって奉仕して、それの見,見返りとして、おお、お前もようやったな。じゃあ、お達人として、ね、お前の努力に報いてあげるよっていうのは恵みじゃないですよね。そうだとしたら私たちはこの素晴らしい永遠の御国、 そして、イエス様にお出会いできないわけです。恥ずかしくて。私もそうです。でも、全部が、この主イエスの恵みなんです。だから、黙示録っていうのは、何の怖い書物怖いですね、ある意味はね。ちょっとドキッとしますよね。ちょっとこう読みたくないような部分。それは、死が、罪が、悪魔が、 そして神の審判が書かれている書物ですよね。そこは神様はごまかしてない。決してごまかしてない。だけれども、この最後の言葉、私たちにとっては、主、イエスの恵みがある。ということなんです。終わります。で、最後この、その前の説、二十説。 を4一緒に読みましょう、今日の説教、何言ったか分かりませんとかね、<laughs> ちょっといっぱいあって、ちょっとまとまりませんって方もいいんです、20節だけ、今日覚えて書いていただきましょう、ご一緒に声出して読みましょう、20節ですね、じゃあ、3、4、これらのことを証しする方が仰せになる、しかり私はすぐに来る、アーメン主イエスよ、来たりませ。天皇お父様 聖書の最後、目白録の最後の箇所を学び、あなたからの本当に励ましのお言葉、ある意味では厳しい部分も含まれております。確かにそうです。この現実、いろんな罪や悪魔の誘惑、また本当に死というものが私たちの足元に押し寄せてくるような、そういう中で私たちは生きている現実の中で、 私たちもどうしようかと本当に、えー、座り込んでしまうものでございますが、でも今日本当に永遠の御国の希望を持ち、またイエス様が、イエス様ご自身が私はすぐに来るとお約束してくださり、私たちも心からアーメンシエスを騎たりませと、あなたを待ち望むその信仰をまた 思いを与えてくださっていることを感謝いたしますすべては主イエスの恵みでございます私たちがしたことは何一つございませんあなたがすべてしてくださったことですからそのことを信じてまたこの地上のそれぞれの信仰生活どうぞ義のあるものとして聖なるものとして整えられてある意味では一生懸命 誠実に生きていくことができますように、将来のゴールがはっきりしているからこそ、今の現実を私たちはごまかさないで、諦めないで、また妥協しないで、逃げないで生きていけることを感謝いたします。どうぞ私たちの現実大変ですけども、主よ本当にあなたのご再臨を待ち望みながら一足一足歩んでまいりますので、 どうぞよろしく導いてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン